トントン。はい、そしたら、38杯の3球の次が、6ですね。6はなんか文章いっぱい書いてあって、そこに、なんか埋めてくれるのもないですけど、まあ、散布図と、あれか、相関係数の選び方みたいな問題ですね。なんかリーダーと会長が。はい。なかなか。なかなか厳しい会社ですね。なかなかこんな難しい話しませんよ。すごいすごい。まあ、焼き入れしてたらね、熱々ですからね。高周波焼き入れが作業だろうなって書いてある。コイルに流す電流のみを変化させ。焼き入れしてるとここんなこと喋るかな。私知ってるとこはあんまこんなこと喋らないな気もしますけど、実際は喋るかもしれませんね。一応グラフを書いてきますな。横軸はまあ、電流で、縦軸は硬さ、高度でしょうね。まあ、こういうのなんで測るんですかね。リッカースかな。なんやろ。高度の単位いろいろあるけど、あんなことどうでもいいとして。はい。まあ、基本散布図になると思うんですわ。こんなかったら、変換図、ね、ヒストグラムか散布図やるけど、まあ、相関見ろ言うてんやから、散布図ですわね。で、30は、散布図で、データを散布図に変える結果、これの電池より上がると、高度上がりみたいなことが書いてあると。そうか。なんとかの相関が見られたのだ。相関係数は計算してみたか。厳しい係長ですね。まあ、電流を上げると、高度が上がったと。顕著な相関が認められました。まあ、こんなね、大概言葉で喋る前にレポート出すんで、こんな説明的なね、なんか、漫画で説明するようなことは言わへんのですけど、まあ、そんな問題ですね。そうか。性の相関が見られたのだが、多分そんなとこ言ってましたよね。まあ、顕著な相関なんで、こんな感じで。まあ、この前点々があるんですよ。点々囲んだら、まあ、こんな感じ。強い相関ありますよ。強い性の相関と、そうか、強い性なもんで、答えは O ですか。31 O です。係長は O 言いました。リーダーは A 言いました。はい、相関係数はなんとかでした。まあ、強い性の相関を表す数字を下から選んだらいいんですけど、まあ 0.92 しかないですわな、この中では。はい、強い性の相関、1に近い、1を超えない数字を選ぶと、1以下の数字を選ぶと。なら、選択肢にあるのが、0.92 と。これが一番1に違う。ということで、これが、K ですね、K。32は K ですが、0.92。まあ、これすごい強いですよ。
あのグラフはちょっと、あの上のグラフはもうちょっとなんか丸が細なったような感じだと思いますけどね。で、書かれちゃいますね。クエルに電流値を、クエルに流す電流値を管理すれば、コードも管理できるので、この電池をコードのなんとか特性として管理するということだな。なんかすごいマンガチックな説明ですね。うん。はいはい。まあ、ダイオ特性ですから、まあ。分類特性、品質特性、芯の特性、ダイオ特性、キー特性、層別特性。特性がついてはおかしないのは芯と代用なんですけども、ここはまあ代用ですわね。代用。代わりにそれを管理しますと。電流を上げたら硬さも硬くなるんで、電流で管理します。ね、硬さで管理してもらって、焼いてる最中の硬さね、どうやって測るねみたいな感じなんで。まあ、電流ですわね。ビッカース、ブリンネル、ハネウェルかな。やっぱりビッカースかな。硬さ。ブリンネルか。まあ、ええか。そんなことは聞いてへんか。で、まあ、数値前に管理するってことで、まあ、送別した状態ですね。34、送別と。データを送別した状態で、分析できるように準備しております。お、それは良いことだ。よろしく頼むぜ。なんかしっかりした会社ですね。すごいすごい。で、送別はカート。まあ、これはすぐできた。いい問題や。はい、こんな感じで、散布図ですと。代用特性送別ってことで、問6終わりました。はい、よかったよかった。それじゃあ問7で会いましょう。